江戸小話秋の陽気ある家に天才児が生まれたおにゃーと出てくるとすぐ大人のようにいろいろなことをしゃべるんだがそれがひどくうがっている評判が八方へ広がり毎日見に来る者が門前に列をなす騒ぎその一人が聞いた お母さんのお腹の中にいた時はどんな気持ちでしたかまあ、陽気は秋の初めぐらいでした。では、とても暮らし良かったのですね。そうです。暑からず、寒からず。そして、時々、松茸が下から生えてきました。